こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。みーくんです。花です。はい、今日は、はい、今年絶賛盛り上げている最中の三四スカイラインなんですけれど、はい、なんか最近どうですか？三四スカイライン盛り上がってます？盛り上がってますね。なんかほら最近相場の全体的な値段が落ち着いてきてますよって、うん、他の車種では言ってるんですけど、はい、こいつの場合はあの崩れないようにしてます。あ、そう、盛り上げてる役ですから。そうです、一番筆頭盛り上げ役です。そうです、相場の元締め。そうです。あの、はい、業者オークションからも仕入れてますから。そうですね、最近ちょこちょこ入ってきたり、はい、まあ、でも買い取りのお車ももちろん入ってきていて、うん、はい、で今日のお車はですね、はい、こういう車買っちゃうと後悔しちゃうよねね、いう車ですよね。まあこれはね、はい、お客様には申し訳ないんですけど、はい、あのディスられてしまう車です。あんまりスカイラインってディスりたくないんですけど、うん、そうですね、中身見ちゃうとね、うん、もうどうしよう、まあ、あのこういう車は買わないでくださいっていうあの一つの典型ですね。はい、はい、まあ、なので、うん、まあ、これから34欲しい方とか、うん、もしあの、うん、こういう車をね買っちゃいそうになってる方とかは、うん、これ今日の動画見て勉強していただければなと思いますので、うん、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。名前深い、盛り上がってますか？イエーイ、おっぱい来てね。まず冒頭からね、うん、大変申し訳ないんですけど、もう顔見た瞬間、あ、この車ダメだなと思いました。いや、そうなの？だってほら見てくださいよ、うん、ほらこれ。おお、ミーキーがダメって言ってるのはね、実は、はい、買った店です。買った店教えます、はい、一番最初に冒頭でこの店で買わないでください、はい、教えます。このステッカーが貼られてる店はまともな車ありません。これは証明済みです、はいはい、関西のね、今まで買い取り査定してきて、うん、この店で買ったってお客様から買い取りした車で、はい、程度いい車は一台もありません。ありませんでしたね。ありませんでした、はい、かつても結果です。結果ですね。結果です、はい、あの個人的な感想でしょっていう話なんですけど、それはあなたの感想ですよね、うん、違います, 違います、はい、データがあります、はい、もう実績です、はい、で実際にこれが物語ってます、この車が。そう、これ見ていくとね、はい、そうなるんですけど、うん、車パッと見た時に、うん、あ、なんかベイサイドブルーかなみたいな、うん、ね、色は、うんうん、ベイサイドブルーのような気もするんだけれど、うん、なんか全体的にツヤがゼロ。あの、違います。よくオールペンしてて綺麗ですみたいな話してるんですけど、うん、はい、でも見てやってください、この汚さ。寄ればわかるよ、うん、前はね、バンパーだけなんとなく綺麗、この辺だけちょっと綺麗な、そうなんですよ、ツヤがあるんですけど、うん、はい、そう、はい、ボディの方をね見てもらうと、やばいよこの塗装、はい、うん、この辺とかさ、この辺とかさ、うん、これあのやっぱり、はい、あの遠方の方なので、はい、見ないで車を買ってしまったパターンですね、はい、同じパターンですね。そうですね、はい、車を売るときに、ね、カメラで引いて、うん、写真を撮って、こうやって撮ってね、そう、綺麗に見せかけ、見せかけて、そう、そう、見せかけて、実はよく見るとあれものすごい程度悪い、やばいよね。そうですね、はいはい、そういう車です、はい、これお店をディスってるですよ、うん、車をディスってる、車をディスってるじゃなくて、こういう車を知らん顔で売ってる店が、そうですね、やばいと、今流行りがあって、うん、だいたいね、メーター改ざんにして、はい、なんか走行距離を10万キロぐらいにして、うん、走行不明車ですとかって言って、はい、10万キロは走ってますとかつって売るケースが多いですね。で、なんか車内にもう一個メーター置いとくっていうパターンですよね、うん、で小さい契約書の中にメーター交換済みみたいな、はい、うん、記録はなし、なしえ、ということは、はい、これも例に漏れず、これもあのこれはもう走行走りすぎちゃってるんで、はいはい、これは実は走行が16万6000キロも走っちゃってるので、あ、うん、
じゃあもう交換するまでもないって感じですね。そうですね、はい、改ざんです。改ざんですね。え、うん、何これ、なんか赤いじゃないですか。え、これアクティブレッドですか。もともと赤、赤のね、こうメタリックみたいな塗装されてると思うじゃないですか。あ、本当だ。あ、アクティブレッドじゃないけど、え、でもめっちゃ奥まで塗ってありますよこれ。うん、え、純正ここまで、うん、え、全部ほら見て、このここら辺のほら、え、ほらフレームまで全部塗ってある。すごい。そうですね、え、ほら見て、このバルクヘッドまで塗ってあるよ。うん、うん、え、何これ、どういうこと。一回全部下ろしたんですね。赤に塗り直したの。赤に。実はこれ、これ実は元色何か教えましょうか。はい、ね、元色見たいです。元色はですね、はい、花ちゃん家にあるファンシーケースの中にもラインナップとして3セットぐらいあるんですけど、はいはい、白です。そうなんだ。花ちゃん白持ってんの？何ですか？あのね、あのそっちの方が気になる。割合的に持ってる、うん、ね。ファンシーケースの中に入っている割合が、うん、はい、視野的にはね、ほぼ黒が多いんですよ。まあ、黒、色物。色物多いんですよ、黒。ね、なんでそういう統計も知ってるんですか？黒、なんか黒好きだよね。黒はね、好きでしょ？合いますからね。好きでしょ？もう、ちゃんと、うん、銀にしてますから。そうですね。上司としてチェックしてますから。はい、そうです。はい、シミとかいろいろね。こう白なんですか、はい、元色。白です。白が分かるっていうのは、はい、実はこういうところですね。マジで？ほら、あ、剥げてますね。そう、これほら剥げちゃってるの、これこう。そう、剥げちゃってるでしょ。その、え、こっちは、うん、赤じゃなかったんですか。じゃ赤でした。え？はい。え？白を赤に全部塗って、うん、はい、その後に。青に戻した。シルバー入ってるかな、1回。シルバー入ってんの、うん、うん、1回。だから、どんだけ塗り直してんの。しかも、ぐちゃぐちゃですから、車。あ、この、あれですか、塗装が、肌が汚いのって、はい、いっぱい塗ってるからボコボコしてる。じゃあそうじゃなくて、車がぐちゃぐちゃしてる。車がぐちゃぐちゃなんだ。そうですね、はい。だってそうでしょ、インサイドパネル塗ってるのはね、はい、インサイドだから、うん、そう社名が物語るっていう。そうです。これね、申し訳ないけど、トラスト規格認定中古車にはなりえません。絶対なれないですね。はい、かまぼこですもん、いやでもひどい、車がひどい。これはさ、これをまともな値段で売ってるんですよ、はい、それはまずいよね。だからそういうね、許せないところのために、うん、はい、適正な価格で、はい、トラスト客で、うん、販売しますから、34ね、問い合わせください、はいはい、実際に前に紹介したお客様で、まあ、インサイドの車を買っちゃって、うん、で結局それをうちに売って、うちからいいやつ買ってもらったっていう ね、そうですね、方いらっしゃいましたから。しかもうち売った車がね、うん、本当に業者オークションで売れる金額で、はい、出してあげました。そうですよね、ホイールだけちょっと変えてね、うん、あとバンパーか、ね、はい、かわいそうこれ、ね、あまりにもかわいそうすぎたんで。これでレイサイドブルー、このお客さんも、はい、うちから今度、ね、あ、買っていただけるんですね。程度のいい、はい、インプレッサー。あ、インプレッサーなんだ、はい、ありがとうございます。400万もするインプレッサー。ね、買っていただく。買っていただく。嬉しい。え、でもさ、例えば34って今若い方もすっごい憧れる人多いじゃないですか、はい、でやっと買いましたっていうお客さんもいたりして、はい、でネットでちょっとオールペンされてて綺麗な青だから、うん、これ来ちゃったらさ、うん、もうスカイライン大っ嫌いになっちゃうと思う俺。これは絶対見ないと買っちゃダメですね。そうですね、ここの会社のやつは絶対見に行ってください。もしもう買うんだったら、どうしても欲しいんだったら、やっぱこれも若い人で、あ、でしょうね、うん、やっぱそういうその車に購入のノウハウっていうのがあまりねない感じだったので、まあ、まあ騙されたまでは言わないですけど、うん、まあ得ではなかったな。そうですね、いい車に乗ってほしいですけどね、若い人に、はい、これね、実はね、はい、相場からしたら安かったんですよ。なんか前もそんな感じでしたよね、うん、黒い34もそう、ちょっと安めに安かったんですよ、うん、安かったんですけど、安いな、安いなりなんですよ、うん、ね、
大阪なんですよ。安いのは安いなり、ね、だから塗装もねパリパリ剥がれてきちゃう、剥がれちゃうんです。こうなっちゃうんですよ。これ大阪って板金屋さん1個しかないんですか？いやいやいや、みんなそこで塗ってんじゃねえ、いやいや、そんなことないですよ。じゃあこれオークションで仕入れたのをそのまま出したんですかね、もしかしたら。そうですね、うん、はい、かわいそうだね、うん。まあ、これはどうなるかっていうと、うん、まあね、トラスト企画でこれ販売するわけじゃなくて、うん、まあ、これ業者オークションに流れて、そうですね、また同じ店で売られる可能性あります。戻ってきちゃうみたいな。そうです。だからこれの車ね、うん、探してきますから、はい、買わないでください、まあ、買わないでくださいっていうことです、はい、オークションからは買ってほしいけどその後の販売店では買わないで、ね、まあそうだね、はい、誰かがまあ貧乏くじ引くっていう形にはなると思いますけど、うん、例えばこの車を、うん、トラスト企画基準で、うん、お客さんの売れるレベルまで持っていくってなると、うん、金額どれぐらいかかると思います？いや、ベースが無理か、もうボディがダメ、塗ってるからな、うん、もうダメです。どこそこまで塗ってある、このエンジンルームの塗装はすごいと思うけど、これ分かるでしょ一応ね、こんなね、青っぽい車で中が赤い車って1台しかないですから世の中に、うん、はい、大丈夫です。でここはもう塗れないですもんね、エンジン下ろさないと、ね、エンジン下ろさないし塗れないんで、はい、これは買わないでくださいね。だってここ見てくださいよ、このインタークーラーだってさ、うん、ここ本当はステーなんですけど、うん、ここほらもう多分引っ張られて盛り上がっちゃってる、ブリッツの変形しちゃってる、うんうん、これさ圧漏れるんじゃねえの、ここ避けてるから、うん、下手すると、うん、まあ、2ドアのねターボのね、うん、マニュアルなんですけど、うん、はい、でもこれ、うん、コーションプレート見ると、うん、なんか RB25DE って書いてある気がします。あ、そうですね、はいはい、乗せ替え、しかもオートマの、はい、NA、もともとオートマの NA でターボとマニュアル乗せ替えたと、うん、そうですね、はい、これ典型的なダメなパターンです。ダメなパターンで、あとブレーキ見てください、はい、ブレーキはなんとなく4ポットついてますけど、うん、あれこれって32のあ、もともとねちょっと小さい肩持ちのね、はい、NA なんで ねこう肩持ちじゃないですか、これ肩持ちなところね、肩持ちなんですよ。そうそうそう、はい、ちょっとだけね、うん、4ポットつけた、そう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 、 K グレードの34の4ポットじゃないですよ、はいはいはい、後ろもそうですね、そうですね、はいはい、でも内装はまあ、うん、ノーマル、うんうん、っていうか、うん、いかがわしいメーターついてますけど、はい、まあメーターもダメなんですけどね、うん、そのメーターじゃね、うん、はい、あれでもこれって、うん、ドアの内張りは、うん、GTR じゃないですか。そうです。そうです。34。そうです。34です。後期ですよ、しかも。はい、そうです。なんでここだけ。うん、でも見てくださいこれ。これ。何これ。これ。もったいない内張り。そうです。はい、でドアも落ちてます、ほら。はい、ちょっと持ち上げない。持ち上げないと。うんうん、でこれトランク見るとね。うん、もともと白い車だっていうのが、うん、あ、ここでわかるんだ、うん、すごいね、うん、色の遍歴が、うん、でもこれ一応、うん、この、まあ、薄い塗装ですけど、うん、一応こういうところまでちゃんと塗ってる、そうですね、かまぼこ塗装ではないかなって、うん、まあ、これは塗料飛んじゃったんだろうけど、うん、トランクの穴とかさ、うん、ああ、本当だ、うん、一応ちゃんと塗ってるんだよね、交換したからね。ああ、うん、交換したんですね、うん、で多分日が当たるとすぐカサカサになって、うんうん、そうですね、もともとはこの色で塗られてたんだけど、だから販売時は多分こういう色だったんですよね、この色だったんだけど、なるほどね、こうなっちゃったんですよ、薄いとこうなっちゃう、うん、下地とかも、うん、その何年かでこうなっちゃう、うわー、うん、まあ、ホイールもね、やばい、なんだ、どこのホイールでしょ、どこのホイールか分かんない見て、ここのサフォン、これ、そう、うん、
これやばい。このザラザラさ分かります？この肌ツヤ。これ仕事塗装ですかこれ？これそうです。ディンプル塗装です。あの昔の日産の下側の布。SD の下みたいな。ああそうそう。はい。一応あのカバーもありますよほら。本当だ。うん、ほら。これはノーマルなんです、ね。はい。ノーマルのやつかね。はい。こりゃダメだわ。うん。まあ、なるべくこういう車はね、あの手出さないように、ね、はい、あの勉強していただいて、そうですね、ね、まあ、安物ないのを是認しないでもいい人は、うん、まあ、買ってもらってもいいかもしれないんですけど、そうですね、うん、まあ、長く乗りたい方だったら、うん、まあ、ちゃんとしたショップで買うとか、うん、まあ、トラスト規格はもう3、4、ほぼほぼメイン車種ですから、うん、ね、どういう車が来ても、あの直したりとか、自分の手直しはできるんですけれど、うん、販売家の方にご連絡いただければご希望のお車、うん、ご予算で、まあ、探すこともできますし、そうですね、はい、はい、まあ、もし買取車両とかで程度どういうの来たら紹介することもできますので、まあ、まずは3、4スカイラインの売り買いに関してはトラスト企画に任せていただければ問題ないかなと思ってます。なので下記概要欄の LINE の方までお問い合わせよろしくお願いします、うん、はい、はい、うん、これから もっともっとね3、4スカイライン盛り上げていかないといけないので、うん、まあ、ただ今こうメインになっているのは前期、うん、ね、そうですね、前期型、はい、10年11年そうですなんですけど、うん、これからまた後期、そうですね、12、13年、はい、ザラザラっと盛り上がってくると思いますので、はい、まあ、もし3、4スカイラインをお持ちの方で時期を見極めきれないという方がいらっしゃいましたら、まずはご相談でもミー君にしていただけると、うん、ステイなのかゴーなのか言ってくれると思いますので、はい、その辺も合わせてよろしくお願いします、はい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。